尖閣諸島の魚釣島周辺で、2024年4月26日から27日にかけて日本側が行った環境調査で、稲田知美議員を同行のもと実施したとの情報をキャッチしました。今回は、そんな尖閣諸島での中国海警局の状態化や尖閣諸島の現状を詳しく見ていきますね。フィリピンの現状を見ていると、日本も上の空ではいられないフィリピンへの協力で、戦略の見直しが出来上がりますし、尖閣防衛にもつながりますね。中国の威嚇行為は許せないよね。稲田議員も、ちょっと焦っていましたね。最後まで見てください。2024年4月26日から翌27日にかけての2日間にわたり、日本の領土である尖閣諸島の魚釣島に対する調査が行われたが、これを妨害する意図を持ってか、中国海警局の船舶4隻が、近海の日本の領海へと侵入する動きを見せた。今回の中国海警局の船舶など、中国の公船による尖閣諸島周辺の日本の領海への侵入行為は、今年2024年も、すでに12日を数えており、接続水域までも含めれば、実に128日以上も連続するなど、依然常態化した状況が続いている。今回の尖閣諸島に関する日本側の調査は、同諸島やその周辺の海域に対する環境状態を調査することを意図して実施されたもので、日本の行政上の区分の上で、同諸島を管轄する沖縄県の石垣市が主催する形式で実施された。こうした石垣市による尖閣諸島周辺への調査は今回で第3回目であり、ことに、今回の調査では、同諸島の最大の島である魚釣島の北方面へ、無人航空機によるドローン空撮を行い、その生態系の把握に主眼が置かれたものとされている。魚釣島における生態系の調査とは、具体的には、およそ1000頭以上にも増殖しているとめされている野生化したヤギの生息の現状や、周辺海域における海洋生物、プランクトンや魚類の分布状況について把握することにあった模様だ。今回、魚釣島への調査を取り仕切ったのは、東海大学海洋学部教授を務める山田義彦氏で、同島の内部を、初めてドローン空撮を行った結果、野生化したヤギの増殖の影響か、海岸付近の自家物は、以前に比べ、減少傾向にあることを確認した。また、魚釣島の海岸には、波に乗って漂着したが、ゴミの量の増加が認められ、それらによって、同島の自然環境は悪化していると報告されており、人の手が入らず放置されていることで、むしろ、全体の環境には悪影響が生じているように感じられる。今回の、こうした魚釣島の現在の自然環境の様子は、前述した通り、無人航空機によるドローン空撮によって得られた画像の解析から判断されたものだが、山田教授によれば、最終的には上陸しての目視調査でなければ、本質の把握は困難ともコメントされた。そもそも現在の魚釣島で増殖を続けているとめされているヤギは、1978年に、島外から政治団体が持ち込んだものが野生化、繁殖したもので、その意味では、人為的に、同島の生態系を人間が破壊したとも言える事例だろう。このヤギによる魚釣島の生態系に及ぼす悪影響の調査を行うため、行政上の管轄を担う石垣市では、同島への上陸調査の必要性を国に対して求めてきた経緯があるが、中国との間に政治的な摩擦が大きくなることを危惧してか、許可は下りていない。今回の調査には、現時点で4期目の石垣市長を務めている中山義孝氏、無所属ではあるが、選挙では自民党、公明党の国政与党の推薦も同行しており、無人航空機によるドローン空撮では限界があることから、再度上陸しての調査の必要性を唱えている。ちなみに、この石垣市の中山市長は、2010年に行われた同市の市長選挙で初当選を果たして以来、前述したように、4期にわたり当選を続け、現職にあるが、それまでは同じく無所属ながら、社民党、日本共産党、民主党などが推薦していた大浜町照氏が、4期連続で市長を続けていた。中山市長の2010年の市長選挙での初当選の後も、
社民党、日本共産党、民主党や地元の沖縄の革新勢力は、対立候補を立てて選挙戦に臨んだが、いずれも、市長の座を奪還するには至らず、中国の軍事的な圧力の増加が、この結果につながっているように見える。太平洋戦争において、凄惨な地上戦が発生し、多くの民間人に被害が及んだ沖縄本島においては、未だ、そうした戦争体験から革新勢力が推す候補が強く、県知事の座は、そうした人物が当選する状況が続いている。しかし、多くの沖縄県の離島の首長には、石垣市の中山市長のようなバックボーンと主義を掲げる人物が選ばれる傾向が強まっており、沖縄本島を除く政治状況は、確実に、中国の今の覇権、拡張主義を警戒する方向に向かっているように見える。さて、今回の魚釣島への調査であるが、石垣市の中山市長以外にも、産経新聞の社員や、自民党の衆議院議員で、幹事長代理の稲田朋美氏をはじめ、現職の国会議員ら5名が同行しており、尖閣諸島の現状を訴える活動を展開している。稲田朋美氏といえば、2016年8月の第3次安倍第2次改造内閣では、防衛大臣を務めた人物であり、翌年の2017年7月に発覚した自衛隊日報問題に連座して、自らの監督責任を認め、防衛大臣の職を辞任したことも記憶に新しい。稲田朋美議員は、尖閣諸島問題に関しては、2020年に、尖閣諸島の調査、開発を進める会という議員連盟の勉強会であるとする組織を立ち上げており、今回の魚釣島調査への参加も、そうした活動の一環であったことは間違いない。そもそも、尖閣諸島の周辺海域に対する調査は、1979年を最後に、中国への政治的な配慮から中止されており、稲田朋美議員らの、尖閣諸島の調査、開発を進める会は、日本政府による公的な調査を実施することで、同諸島の日本による実効支配を明確にする意図を示そうとしている。今回の魚釣島調査の後、これに参加した東海大学海洋学部の山田義彦教授と稲田朋美議員は、富士山系グループが放映したニュース番組に出演。同番組の司会者からの環境面に対する調査であれば、日本政府が独自に行うものではなく、国際機関と連携し、実施とする方法もあるのではないかと問われた。この質問に対し、稲田朋美議員は、環境問題は、今や、世界的に、大きな注目を集めているテーマであるため、そうした視点からも、日本政府が国際機関と協力しての共同調査という方向での実施は可能ではないかとの見解を示した。続けて、富士山系グループのニュース番組の司会者は、今回の魚釣島調査において対峙する中国海警局の船舶が、どのような対応を見せたのかを質問し、山田義彦教授は、すぐに、4隻体制で、同局の船舶が現れたと語った。しかし、山田義彦教授は、続けて、そこで出現した中国海警局の4隻の船舶に対して、海上保安庁の船舶が警備行動を起こし、後者の2隻が、前者の2隻の航路を塞ぐ形をとって、これらの接近を阻止したと語った。さらに残った2隻の中国海警備局の船舶のうちの1隻が、調査船に接近する動きを見せたものの、すぐに、海上保安庁の船舶が6隻集結して、その航路を塞ぎ、調査の邪魔を行わせないようにガードをしたと述べている。この状況に、稲田朋美議員も、現場は非常に緊迫した状態とはなったが、無事調査は続行できたと述べ、この時は、海上保安庁の船舶の方が、数的にも操船技術的にも、中国海警局の船舶を上回ったことが明かされた。山田義彦教授は、船舶の総数では、すでに海上保安庁を上回っている中国海警局が、今回のように、尖閣諸島の周辺海域においてはそうなっていない状況を、南シナ海におけるフィリピン島への対処に手を取られている可能性を指摘した。稲田朋美議員も、この指摘に同意したが、本来、完全に、日本の領海である尖閣諸島の周辺海域に、
中国海警局の船舶の侵入が常態化していることの異常さも同時に認めており、同諸島が日本政府の施政下にあることを示し続けることの意義を改めて唱えた。中国側は今回の魚釣島調査に対して、中国大使館の報道官が釣魚島と周辺の島々は中国固有の領土であり、その主権と海洋権益を中国は守り、日本が政治的な挑発やセロ誘導を止めるように促すとのコメントを出している。ただし、これは中国政府から直に発せられたコメントではなく、事実上、海上保安庁の加護によって魚釣島調査を許している現状を鑑み、自らが固有の領土と主張する場所に対し、言葉にのっとった行動が行えていないことを暗に認めたようにも感じられる。日本の F3 戦闘機開発2について、新しい動きがあったようですね。本部をロンドンに設立することで、3カ国間で調整を進めているということです。今回は、ロンドン本部に設立によって加速していく次期戦闘機開発について見ていきたいと思います。産油国サウジアラビアが、参加を熱心にアピールしていますが、スウェーデンが参加するという情報もあるようです。2022年12月初旬、日本はイギリスとイタリアとの3カ国で次世代戦闘機の開発を進めると発表しました。以前からイギリスとイタリア、スウェーデンの3カ国でテンペスト計画という次世代戦闘機開発計画を推進していた経緯がありました。実は日本がそちらへ参加するように促されていたこともあったようです。しかし、当時の次世代戦闘機開発の本命は従来通り、アメリカと同国企業との共同開発が当然と考えられていたので、テンペスト計画へ日本が合流することは、あくまでも可能性の一つという見方が大半を占めていました。実際のところ、次世代戦闘機開発は、日本が主導権を発揮していくと唱えられてはいましたが、完全に国産化できない現実を考慮して、アメリカのロッキード・マーチン社を技術支援先企業とする方向が有力視されていました。日本の次世代戦闘機は F2 戦闘機の後継機と位置づけられていましたが、この機体は空自が運用している日本とアメリカの共同開発によって生産された機体なのです。F2 戦闘機は退役開始が2035年に予定されているので、それまでに後継機の配備が絶対的必要条件になっていました。アメリカ側は日本が希望する次世代戦闘機配備期間を考えた上で、ロッキード・マーチン社が手掛けた F2 にラプターと F3 ゴライトニング2という2機の折衷案を提示したと言われています。とはいうものの、アメリカ側の提案は、現行の第5世代戦闘機の延長線上にあるわけなので、日本は難色を示しました。日本としては、可能なら、アメリカが開発中の第6世代戦闘機 NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの機能が欲しかったのです。コンピュータが良い例ですが、やはり、マシンは、新しいものが望ましいですよね。空自で運用中の F2 戦闘機は約90機で、代替機となる次世代戦闘機の収益目標時期は、前述の通り2035年だったのですが、この時期は、アメリカの NGAD とは、大きな隔たりがあったのです。アメリカの NGAD は、すでにテスト飛行は終わっていると、当時の空軍次官補がコメントしましたが、現状での実戦配備は、早くても2040年代ではないかと見られているのです。日本の予定より5年以上も遅いですね。
ですから、アメリカとしては、F2 戦闘機を同数で代替すると仮定した場合、90機程度の少ない生産数しかない日本の次世代戦闘機開発に、わざわざ NGAD を関与させてもメリットは少ないと判断したと推測されます。そもそも、アメリカから見た場合、日本の次世代戦闘機の使用は、第5世代戦闘機のアップデートで対応可能な範囲に止まると判断されるので、NGAD が目指している第6世代戦闘機とは噛み合わない部分があったとも言われているようです。要するに、この事業にはうま味が薄いと分析したということでしょう。いずれにしても、日本とアメリカの2国は、日本が求める次世代戦闘機の使用、要件、性能について、共同開発しても、互いにメリットが見出せないと明らかになったため、日本は別の選択肢を余儀なくされたのでした。そして浮上したのが、イギリスと傘下の BAE システムズ社で進められてきたテンペスト計画への合流です。イギリスも空軍の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの代替機を2035年から実戦配備する計画を立てていました。次世代戦闘機の収益時期が同じ2035年という一致が、日本とイギリスが急速に接近するポイントになったことが容易に想像できますよね。つまり、スケジュールを中心とした共通点から、相互にメリットが生じた結果というわけでしょう。また、日本とイギリスとは、立地でも共通点が少なからずあるのです。地図を見れば、一目瞭然、両国とも四方を海に囲まれている島国なので、次世代戦闘機は、仮想敵国の艦艇の接近阻止を目的とし、対艦兵装の充実を図りたいという点でも一致していたようです。ただし、現状の航空戦力を考えると、日本とイギリスでは少し事情が異なります。日本は、いわゆる第5世代機の F35 ライトニング 2A 型を、現時点で105機程度所有し、主力として運用する方向です。それに対して、イギリスは、F35 ライトニング2の A 型は購入しないで、現行の主力戦闘機は第4世代機のユーロファイタータイフーンですから、戦闘機の近代化を進める必要度は日本よりも高いと推測されます。ユーロファイタータイフーン派、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインのヨーロッパの4カ国が共同開発した機体です。イギリスは160機、イタリアは96機調達していて、空軍の主力戦闘機になっているのです。ちなみに、イギリスは F35 ライトニング2については、クイーン・エリザベス級航空母艦の艦載機として、B 型のみを48機調達している最中ですが、日本のように A 型は調達していません。イタリアの場合、空軍が A 型60機、B 型15機、海軍は B 型15機を調達する計画ですが、予算が許せ、バビー型を空軍40機、海軍62機まで調達数を増やす可能性もあるようですから、もしそうなれば、日本以上の保有数になるかもしれませんね。このように見てみると、経済的規模を考えると、イタリアは、ユーロファイタータイフーン、F35 ライトニングにともに、割と多くの数を調達、配備しようと考えているように感じられます。失礼ながら、無理していませんか？と質問したくなるのは筆者だけでしょうか。逆に、イギリスは F35 ライトニング 2A 型を調達する予定はありません。今後の航空戦力強化を考えると、日本とイタリアとの GCAP における有人機開発に重点を置いていることは間違いないと見られます。テンペスト計画発足時点では、イギリスとイタリアにスウェーデンも参加していましたが、スウェーデンはこの計画で生産される戦闘機を購入することまでは決めておらず、開発を通して得られる技術習得が最大目標としていたと見られています。しかし、スウェーデンは2022年2月のロシアのウクライナへの侵攻の余波で、NATO への加盟を申請する状況にまで追い込まれました。トルコの反対で遅れていますが、加盟の合意は大筋で得ていますから、間もなく実現すると思われます。この動きと並行して、スウェーデンが正式に GCAP にも参画する可能性が示唆されているようですが、
今のところ目立った動きは伝えられてはいないようです。2023年8月、新しい動きが聞こえてきました。中東のサウジアラビアが GCAP に参画を希望しているという報道です。これには日本が難色を示していると思われているようです。日本とは異なり、イギリスとイタリアは莫大な資金力を持つサウジアラビアの参画を前向きに捉えているという情報もありましたが、イタリアで GCAP の主管企業であるレオナルド社は、このような見方を否定しているそうです。というわけで、現時点での GCAP へのサウジアラビアの参画も不透明です。オイルダラーをバックに巨大な資産を持つ金持ち国には、完成品を購入してもらう程度の関与に止めてもらいたいんですよね。サウジアラビアは中東の大国で、イスラム圏にも大きい影響力を持っていますし、その主力で兵器開発というのはちょっと気味が悪いと感じてしまいませんか？海上自衛隊最新鋭潜水艦タイゲイ型の配備が続々と進む中、7番艦の起工式が三菱重工で行われたとの情報をキャッチしました。今回は、タイゲイ型潜水艦3番艦ジンゲイが横須賀配備で、世界最強化を詳しく見ていきますね。潜水艦を、売り込みに舵を切った防衛省、ネックなのは、現地建造でしょうか、台湾の潜水艦が、タイゲイの小型版に見えるのは私だけでしょうか。タイゲイ型はまだまだ進化していきますね。海底 900M から18式魚雷マジでやばい。最後まで見てくださいね。2023年度末にあたる2024年3月8日、海上自衛隊の要の戦力の一つである。潜水艦隊に最新型のタイゲイ型の3番艦のジンゲイが加わり、神奈川県は横須賀基地を母港とする第2潜水隊群第4潜水隊に実戦配備された。2022年から海上自衛隊では潜水艦隊の22隻体制を確立させており、基本的には毎年1隻ずつが収益を果たす代わりに旧型の潜水艦を1隻退役させるか、もしくは練習用潜水艦への監視の変更を行うことで実戦配備数を保持している。海上自衛隊内での潜水艦隊の実戦配備数の状態は、今回のジンゲイを含めて、神奈川県の横須賀基地が10隻、広島県の5基地が12隻という配分となっており、大きく日本列島を東西でカバーする形となっている。ちなみに、今回のタイゲイ型の3番艦である、ジンゲイの建造を行ったのは三菱重工業者の神戸造船所であり、同所は太平洋戦争後の日本においてこのジンゲイの完成をもってちょうど30隻という節目の建造を行った状態となった。三菱重工業者と並んで海上自衛隊の潜水艦建造を担っているのは川崎重工業者の神戸工場であり、くしくも日本の現在の潜水艦はいずれも神戸から生み出される体制であり、両社が学年で新造艦を収益させている。この度、無事実戦配備を果たしたジンゲイは、タイゲイ型の3番艦であることは前述した通りだが、この点だけを捉えて、例年通りの配備が行われたと考えれば、内訳は、最も古い親潮型が7隻、前級の総流型が12隻、最新鋭のタイゲイ型が3隻と思われるかもしれない。しかし、実際には、今回のジンゲイの実戦配備では、内訳は、親潮型8隻、総流型12隻、タイゲイ型2隻で22隻体制となっており、昨年2023年と変わらない布陣のバランスとなっている状況である。
最新型のタイゲイ型のジンゲイが戦列に加わったにもかかわらず、なぜ昨年までの分布と同様な構成なのかといえば、今回は最も旧式な親潮型が外れるのではなく、2022年に就役したタイゲイ型の一番艦にして、ネームシップのタイゲイが外れたためである。では、なぜ、最新鋭であるタイゲイ型の一番艦、タイゲイが実戦配備を外れたのかといえば、同艦は、今後の新型潜水艦を建造する上で、各種の試験を担う試験潜水艦へと、艦種の変更が行われたためというのが、その理由である。従来の海上自衛隊の潜水艦においては、次期潜水艦の開発を進める上で必要となる試験潜水艦という役割は、特定の艦艇を指定するのではなく、実戦配備中の艦艇が、持ち回りで、その任務も行う手法で行われてきた。したがって、今回から、初の専任としての試験潜水艦へと艦種変更が行われたタイゲイが022年に就役し、実戦配備22隻体制を確立したとはいえ、それらの中で稼働する艦艇は、試験潜水艦としての任務を持ち回りで兼務する状態であった。これが、今回、専任艦として、タイゲイを、実戦制配備の22隻体制の枠組みの中から外した存在とできたことで、実質的に、見かけの上では、同じ22隻体制の潜水艦隊とはいえ、内容としては、体制を強化したと言ってよいだろう。タイゲイ型は、海上自衛隊の中で、最新鋭の潜水艦であるとはいえ、その、外観や機能や機関部の構成といった主要素は、前級である、双竜型を発展、拡大したいわば、その延長線上にある艦艇と考えて差し支えないと思われる。しかし、今後の次期潜水艦では、その外観や機能について、抜本的に刷新された純粋な新型艦となることが予期されており、その実現を図る目的で、最新型であるタイゲイが、あえて、初の専任の試験潜水艦に抜擢されたと見るべきなのだろう。さて、今回、実戦配備の運びとなったジンゲイだが、最新鋭のタイゲイ型の一隻として、公表されたスペックは、基準排水量が約3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルという規模となっている。この艦隊に、ジンゲイ派通常動力型の攻撃型潜水艦として、従来通りのディーゼルエレクトリック方式を採用しており、川崎重工業社製の 12V25-25SB ディーゼル機関を2機と、モーター、そしてリチウムイオン製の蓄電池を搭載している。この機関構成自体も、前級である、そう、竜型の最終の2隻である、11番艦以後の形式を踏襲しており、それらで実現された。世界初の実用化されたリチウムイオン蓄電池搭載の量産型潜水艦という仕様である。ちなみに、タイゲイ型のベースとなった、双竜型の場合、最終の2隻は、基準排水量が2950トン、水中排水量が4200トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.3 メートルと公表されており、わずかに小型であることが伺える。さらに、初期型の、そう、竜型の10隻が後期型2隻と異なる数値である点は、基準排水量が50トン少ない2900トンであるという部分のみであり、この点を考慮しても、そう、竜型とタイゲイ型に、規模的な部分での乖離は小さい。水中排水量が4000トンを超過する艦隊というのは、通常動力型の潜水艦としては、世界的に見ても、最大の規模であるといえ、この分野に限れば、海上自衛隊の潜水艦隊は、非常に優れた艦艇であることに、異論の余地はないだろう。今回のジンゲイをはじめ、海上自衛隊の潜水艦は、攻撃型の通常動力型潜水艦としては、標準的な兵装が施されており、その主兵装には、艦首部に設置された 533mm の魚雷発射管6門が搭載される形式となっている。ジンゲイは、この 533mm 魚雷発射管6門から、最新型の潜水艦搭載用の長魚雷である18式長魚雷を運用することが想定されており、同魚雷は、一つ、前の89式長魚雷を更新する兵装として、2021年度の末から配備が行われている模様だ。
18色鳥魚雷は、従来の89色鳥魚雷に比して、デコイ等の敵の目標艦艇からの妨害手段に対処する能力の向上が図られているといい、かつ、比較的に水深が浅い沿岸部や、東シナ海といった海域での運用を視野に入れて開発されたと目されている。この点からも、海上自衛隊の潜水艦隊が、今や、日本の最大の仮想敵国となった中国を念頭に置き、有事の際の主戦場となる海域が、東シナ海や中国沿岸部を想定していることが伺え、目標には、水上艦と潜水艦の両方が含まれている。また、533mm 魚雷発射艦からは、アメリカのマクドネル・ダグラス射程の対艦ミサイルである、潜水艦発射型の UGM-84 ハープンミサイルも運用が可能であり、同ミサイルのブロック2と呼ばれる L 型は、限定的ながら一部で対地攻撃用途にも対応しているとされている。この UGM-84 リッターハープンミサイルブロック2の最大射程はおよそ 250km 弱と言われており、昨今の日本では、敵元攻撃能力を、政治的には反撃能力と表現して、その保有の正当性が打ち出された状況となっている。しかし、すでに、UGM-84 リッターハープンミサイルブロック2においては、限定的で長射程とは言えないまでも、その能力を有しているわけで、南西諸島の防衛に向けては、複数開発や調達中のスタンドオフミサイルをカバーする兵装と言えるかもしれない。人間を含む対艇型は、機関の最大出力は、およそ6000馬力、水中の最大速力は20ノットと召されており、この数値も、従来の親潮型や双流型に比して向上したとは言い難いが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界でも有数ではあるだろう。日本の海上自衛隊の潜水艦の最大の特徴は、通常動力型の潜水艦として、原子力潜水艦では、到達が困難な静粛性にあると言われているが、実際に、有事の際に、こうした兵装を使用すれば、その位置が特定されることの回避は難しいとは思われる。